皆さんこんにちは。福井大学学術研究院工学系部門の庄司英一です。今日は皆さんと一緒にソサイティ 5.0 について理解していきたいと思います。この理解におきまして、研究室の研究事例の中から音楽における人とロボットの共生について紹介させていただきます。さあ、それでは次の動画から始めたいと思います。ご覧ください。人類はわずか数万年で社会を築いた。そこにはいくつもの挑戦と挫折があった。しかし、家族や仲間と共に乗り越え続けた。それこそが人類の英知。一歩ずつ前へ。その積み重ねが科学技術を進歩させた。新たな社会はすぐそこだ。人類には夢を実現する力がある。一人一人が社会に参加し続け、たくさんの幸せが実現できる社会、ソサエティ 5.0 未来社会。さあ、地球の未来を共に切り開こう。内閣府によりますと、ソサエティ 5.0 とは、ソサエティ 1.0 からソサエティ 4.0 に続く新たな社会を指すとされています。それぞれ狩猟社会、これをソサエティ 1.0、農耕社会、これをソサエティ 2.0、工業社会、これをソサエティ 3.0、情報社会、これをソサエティ 4.0 と定義し、社会はこのような順序で進化、発展してきたとされています。ちょっと戻りますね。狩猟社会、ソサエティ 1.0 ですが、これは農耕が始まるまでの社会を指すもので、狩猟や採集を生活基盤としていた原始的な社会ですね。農耕社会、ソサエティ 2.0 になりますと、田畑を耕し、小麦や米などの作物を育て、収穫していた、社会を指すものです。農耕によって人々が土地に定住し始めたとされ、今日に至る社会基盤を形成したとされているわけですね。工業社会、ソサエティ 3.0 になりますと、機械部品、あるいは機械製品の発展などに伴い、工業化していった社会を指すものです。知るところですと、産業革命ですよね。産業革命以降の社会を指すときに、用いられるんですが、企業文化の発達や工業化に伴う大量生産が可能になり、農業から工業へ社会構造が変化していったわけです。情報社会、これはソサエティ 4.0 ですが、インターネットや携帯電話、スマートフォンなどの普及により、世界がネットワークでつながった社会となります。これにより、世界のどこにいても瞬時にあらゆる場所の情報を知ることができるようになったわけですね。このように人間社会は狩猟時代ソサエティ 1.0 から今日に至る情報社会ソサエティ 4.0 まで変化し、発展しながら社会を形成してきたわけです。ソサエティ 5.0 が目指す社会では、サイバー空間とフィジカル空間の融合を目指しているとされています。サイバーとは仮想、フィジカルとは現実ですね。ですから仮想と現実の融合です。なぜこのような流れ、必要性があるのかということなんですが、これまでのソサエティ 4.0 を振り返ってみるとよくわかると思うんですが、現状において、例えばあることを調べようとしたときに、ネットで検索する。でも、人が行う能力には限界があります。何を調べようかなって。調べて初めて結果がわかる。知識や情報が共有されていないので、分野横断的な連携が不十分であるという問題もあります。多くの情報から必要な情報を見つけて分析する作業というのは非常に大きな負担になるわけです。
年齢や障害などによる労働、行動、範囲、まあこういったことを考えても、まあ、制約が多いなという状況になりますね。少子高齢化や地方の過疎化、まあこういった課題に対しても様々な制約が含まれていると。時代はどん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 社会は発展してきて、ソサイティ 4.0 に、まあ、なったわけですが、十分に対応できてないという状況があるわけですね。まあそうした中、ソサイティ 5.0 による社会というのは人間中心の社会とされています。内閣府の第5期科学技術基本計画に定義されているのですが、ソサイティ 5.0 とは、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会と言われています。AI やロボットに支配され、監視されるのではなく、人が中心になるように、まあ、活用するということなんですね。これはどういうことかということなんですが、サイバー空間とフィジカル空間の融合とは具体的にどのようなものか。ここでは IoT、もののインターネットの略ですけども、これと AI、人工知能のことですが、これを活用する例として、まずちょっと考えてみましょう。ものがインターネットを経由して通信を行う IoT は、人がその場にいなくても、遠隔で物の操作ができるわけですね。状態を知ることができるようになり、いわゆる人と物をつなぐ技術なわけです。将来的には IoT によって、あらゆるものと人がつながっていくとされています。IoT は様々なネットワークを介して多くのデータを収集し、あらゆるものに IoT が導入されたときに、そのデータは膨大なものになる。まあ、これビッグデータですね。人の手では有効活用しきれない量となる。これを有効活用するのが AI になるわけです。つまり IoT で集積したビッグデータを AI が素早く処理する。まあこういうことで、フィジカル空間で生活する私たちに対し必要な時に必要な情報を届けることができるようになるということなんですね。だから誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会を目指しましょう。ソサイティ 5.0 を目指しましょうということになるわけです。AI やロボットが、まあ、開発されていくわけですね。で、そういったものがどん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 高度化していくと、人間からどん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 離れていってしまう。そうではない。そういったものは、人の人間中心社会に役立つものに、まあ、持っていこうという状況なわけですね。これまでにできなかった新たな価値が創造されていきます。新たな価値の創造と、ここにありますね。数年前に思いつかなかったことが、次々と今、現実になってきています。例えば、IoT で全ての人と物がつながり、新たな価値が生まれるわけです。また、イノベーションにより、様々なニーズに対応できる社会になっていくわけですね。また、AI により、必要な情報が必要な時に提供される社会になっていきます。ロボットや自動走行車などの技術で人の可能性が広がる社会になっていくわけですね。こうした社会になりますと、まあ、人々の暮らしは活力に満ちて快適になり、質の高い生活が送れるようになるわけです。必要なものやサービスを必要な人に必要な時に必要なだけ提供する。サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合して、そういったものが可能になる。経済発展と社会課題の解決を両立しましょうということになるわけですね。さて、音楽における人とロボットの調和技術と共生についてこれから皆さんに紹介させていただきます。ソサイティ 5.0 への道ですね、を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。研究室ではいろんな研究を進めているのですが、その一つに音楽に関わる研究を進めております。これは打楽器演奏ロボット、ミュージックロボットというブランドで、まあ、研究を進めているのですが、音楽における人とロボットの共生技術について探求しております。こ
コンピューターが高速化し、大容量化、まあ、デジタルオーディオワークステーション DAW。今ですね、CD を作ったりとか、DVD を編集して、ああいう映像を作ったりとか、音楽を作ります。DAW で行われておるんですね。音楽においては、この DAW により高度な音楽制作が一般的になってきました。今日の音楽を楽器本来の響きで楽しめる新しい演奏表現を、まあ、研究室では提案するものなんですね。つまり DAW、まあ、皆さんもヘッドホンやスピーカーで音楽を、まあ、聞きますよね。でも音楽の本来の響き、臨場感というものがどれだけ出てくるか、音響機器からですね。まあ、そこにですね、今日の音楽を楽器本来の響きで楽しめる新しい演奏表現というのができないのかっていうことを、まあ、考えているわけですね。デジタルで制作された楽曲はロボットが演奏する、本物の楽器を演奏することができれば、音楽文化にどのような変革をもたらすのかという、まあ、一つの可能性の切り口になる。本格的なロボット演奏が音楽文化にどのような変革をもたらすかを探求することになってきます。楽器として打楽器に着目しております。人が歌や合唱や楽器演奏を、まあ、しますね。で、ロボットも楽器演奏をするという状況になりますと、共演技術はどうなるかということになろうかと思います。ロボット側には、初音ミクとか、ああいうボーカロイド、まあ、ボカロ P が今流行ってますけどね。歌声合成技術、あるいはその映像をキャラクターを等身大とかと同じぐらいのスケールでマッピングしてプロジェクションをしてしまう。まあ、そうしますと、演奏、歌、映像同期技術というものがあれば、これは一つの共演技術になってきますよね。このような枠組みを音楽における人とロボットの共生と捉えた場合ですね、演奏表現、音楽表現、音楽芸術に新しい可能性、これまでできなかった可能性が、まあ、探求できてくると思います。実際にそれをですね、ステージの上で、ね、実験演奏会を通して、まあ、探求するという意味で、ミュージックロボットという、グループを結成して、まあ実際に実演奏で、まあ、試験演奏しながら、実験演奏しながら、まあ、探求していってるということなんですね。これは NHK のニュースザウルスで、生放送でロボット工房で、中継した時の映像なんですが、後ろにあるこの楽器演奏ロボットは、2号機なんですが、それからハピリン、これを持ち込みまして、ステージで演奏会を行いました。また、オープンキャンパス、あるいは、来てみてフェアで学内のイベントでですね、一般市民の方々に実際の演奏を聞いていただいた。アンケートを取ったりとか、まあ、どういう、まあ、感想を変えられるのかということなんですが、まあ、分かってきたのは、まあ、大変良かったのでまた聞いてみたい。機会があれば聞いてみたい。という、まあ、意見が圧倒的に多かったんですね。スピーカーよりも臨場感があるということが分かってきました。で、やはり音にこだわりたいということで、小出シンバル、日本で唯一のシンバルメーカーが大阪にあるんですが、そこのところにですね、特徴のシンバルを作って、もらいまして、組み合わせて音楽としてのクオリティを維持しながらこういうもので演奏するという枠組みを探求してきております。これ2号機ですね。これが3号機、4号機、5号機。6号機ですね。一番の新作はこの7号機、マリンバーですね。これも打楽器なんですね。で、音階が奏でられるわけです。今日は時間が限られておりますので、YouTube の方に、すべて動画アップロードしておりますので、興味のある方は後で、視聴していただければと思います。クマンバチの飛行という曲があるんですが、この曲は早弾きでよく使われる曲なんですね。本物の打楽器を演奏するという意味においては、まあ人がロボットと、まあ張り合った場合にですね、ロボットにはかなわないというようなところをですね、動画で紹介しております。演奏の音とかですね、聞いていただければと思います。バリアフリーミュージック。音楽を障害なしに楽しめる社会の実現を目指しております。ミュージックロボットの打楽器演奏システム、これをですね、演奏支援装置と組み合わせますと、自分の意思で音楽を演奏できることにつながります。リモート制御ですので、まあ、遠隔演奏にはなるんですが、そうしますと、
聴覚障害の、まあ、方がリズム、把握支援システムと組み合わせて、演奏支援で、演奏すると、視覚障害の方がスマートスティック支援システムにより、演奏すると、肢体不自由の方ですね、視線入力装置を使った演奏支援システムで、演奏すると、ALS 難病の方ですね、この視線入力装置で演奏支援するシステム、まあ、こういったものをですね、次々に、まあ、具体化しているわけなんですが、合奏しようという音楽ですからね、みんなで楽しくそういったものができるようになるわけですね。自分の意思でやろうともなかなかできなかったものが、こういったその演奏支援装置と組み合わせることで合奏してみようかな、してみたいな、合奏を始めたいなっていう、まあ、気持ちにもなってくるではないかと思いますね。先ほど述べましたリズム把握支援システム、これはどういうものかと言いますと、聴覚障害の方がですね、ステージに上がりまして、音楽は聞こえないですね。演奏は聞こえないんですが、そこにですね、カウントマンという方が合図を送ってですね、音楽を合わせて、その思いですね、パフォーマーの方がですね、聴覚障害の場合ですね、カウントパーソンの指示で、その曲のイメージを体、身振り手振りで表現するわけです。で、今ですね、メインパーソンとカウントパーソンというふうに、まあ、ここに表しておりますが、メインパーソンは、ある楽曲に合わせて、まあ、その振り付けで踊ってるわけですね。で、カウントパーソンは、その音楽のそのタイミングを、まあ、合図を送っているわけです。で、実際にパプリカの動画で、今ちょっとここでは紹介できませんが、今のことがですね、まあ、そういうふうに連携をとって、行うと。ポイントはですね、このメインパーソンの方を、まあ、実際の人がですね、聴覚障害の方がパプリカのダンスをですね、覚えておいて、で、それに覚えてても音楽の方が、まあ、聞こえないわけですから、そのカウントパーソンをこういったバーチャルのキャラクターで、プロジェクションマッピングで等身大で投影しておけばですね、その隣で、あるいは一緒になってですね、パフォーマンスができると。まあ、そういったものの一つの提案です。それから、ラジオ体操の例なんですが、ボリュームを落とし、ゼロに音を聞こえない状態にしてやってみるとわかるんですが、非常に、まあ、難しいと言いますか、あの、ラジオ体操の曲は非常にですね、テンポのアップダウンが結構あるんですね。実際に、どの位置でどういう風にするかっていうのは、まあ、記憶しておければ、まあ、できるんですが、ただし、それを一緒にですね、まあ、みんなでやろうとした時にですね、やはり、そのカウントパーソンがいますと、非常に、まあ、リズムですね。視覚情報としてわかると。で、この動画もですね、実際、あの、具体的に、視聴していただければ、状況がよくわかろうかと思います。あと、このアカデミーホールの2階で実験したんですが、等身大の初音ミクがですね、2階の上のガラス窓のところにですね、映っているというところで、まあ、音楽と映像を同期する技術というものを研究して、まあ、進めておりますので、それの、まあ、デモンストレーション。あと、こういった技術を組み合わせると、そういったステージで、まあ、いろいろパフォーマンスが楽しめるということになるんですね。まあ、子供たちにタブレット端末が、あるいはパソコンが1台、1人に1台というふうに、国は進めているわけですけども、音楽に対する感性を養うことは、まあ、豊かな情操を、まあ、養うとかってあるんですが、なかなかですね、まあ、難しい側面もあるんですね。音楽を特徴付けている要素の習得、まあ、小学校低学年とかあるんですが、楽器演奏ロボットがありますと、例えばタイミングを教示できるわけですね。ここで叩いてね、ここで打楽器演奏してくださいとかね。で、児童はロボットとインタラクティブにリズムを学ぶことができる。で、実際の本物の打楽器の豊かな響きで学ぶことができる。技術的にうまく演奏ができない、まあ、先生がですね、状況があったとしても、この楽器演奏ロボット側が、T2 役となることで、児童にですね、楽器の演奏の仕方、タイミングなんかをですね、教えることができると。補助することができると。だからロボットと音楽を、まあ、楽しく学べるシステムができることに、まあ、つながるんではないかと考え、この内容の研究も進めております。リズムを可視化したり、振動で体感できるようにする。これは聴覚障害の方のみならず、
まあ、もうすべての方にですね、音を聞きながら可視化、体感できれば、本当にあのリズムが把握しやすいですよね。ユニバーサル化として音楽、学習支援システムに、まあ、応用できるんではないかと考えております。音楽療法にも役立てられるんではないかと。楽器の演奏をリハビリとして、まあ演奏、まあ、支援するというシステムなんですね。楽器、まあ、被験者の演奏っていうものがタイミングを享受することで、みんなと合奏することができます。打楽器の豊かな響きで、まあ、楽しめることですね。演奏タイミング支援装置と連動させますと、ここにミュージックロボットが入ってきますと、合奏支援となって、こちらのフィードバックをしまして、被験者の方に戻りまして、まあ、合奏につながって、リズムに合わせて楽しみながら、まあ、音楽療法が進められるということなんですね。iPad の画面のところでキャラクターが左右に体を揺らしております。先ほどのカウントパーソンのシステムを作っているときに、これを思い立ったんですが、音はしないんですが、映像のこの体の揺れでですね、リズムがわかると。目でリズムという、まあ、視聴覚メトロノームを提案しているんですね。で、いろんなキャラクターが、例えば音楽に合わせて、強弱に合わせて体が大きくなったり小さくなったりとか、衣装の色が変わったりとかですね。まあ、いろんな可能性もあると。すべて音が出ないので、例えば演奏中にバンドのメンバーが合図しながらですね、ステージ上で、まあ、こういったものに合わせて演奏するということもできるんではないか。まあ、オーケストラについても、まあ、同じような、可能性も出るんではないか。指揮者からの指示がですね、まあ、いろんな可能性が出てくるということにもつながるではないかと考えられます。IoT として、Bluetooth 経由でですね、振動素子とか、光るとか、音ですね、クリック音で、まあ、連動させることもできるということになるわけですね。Google Magenta という音楽 AI プロジェクトというものが公開されているんですね。これ音楽の機械学習ライブラリーのですね、AI の作曲ができるというもので、研究室でもこれについて、まあ、いろいろ取り組んでいるんですが、トルコ行進曲を機械学習してですね、まあこれバリエーションですね、プロセスとどんな曲になるかなとかですね、365日の紙飛行機をまたディープラーニングさせて、なんとなく365日の紙飛行機が似てるんだけど、なんかこう、アドリブが入ったような、なんかそういう面白い曲が、一瞬のうちにですね、1000曲生成させっていうコマンドを送ると1000曲バッと出るんですね。だけどその中でどれがいいのかっていうのはまあ最終的に人が選ぶことにはなるんですが、こういった AI のところもですね、まあ音楽の状況に世界はなってるんだということなんですね。コンガやタンバリン、あるいはギターを演奏しているときに、その自分が演奏している速さですね、テンポをスピードメーターのようにですね、わかる。まあ、計測する手法を開発しましたので紹介させていただきます。音楽のデータの中に MIDI という、まあ、企画があるんですね。コンピューターミュージックというものが、まあ、いろいろできるわけなんですね。自分が演奏しているテンポを、まあ、どうやって計測するかっていうことなんですが、ウェアラブルなセンシング、まあ、感性センサーってコストが非常に低くですね、使い勝手のいい精度の高いものができて、おります。これをですね、手の甲にですね、装着しまして、そのままコンガを叩く楽器を演奏するわけですね。そうすると、コンガを叩いての上手のひらを上下で動かしてるんですが、赤いピークのところで、上に手を上げて下にパーンとフリーズでパーンと音が鳴ってるんですね。で、また手を上に戻しますよね。で、上下させるわけです。そうすると、いわゆる表拍と裏拍、というものがですね、正確にこうモニタリングできるっていうことが分かったんですね。今度は横方向、タンバリンで実際演奏してもですね、まあ、手のひらの動きが表拍裏拍もきっちり追えると。そうすると、感性センサーを使うとですね、非常にこういった手の動きがですね、しっかり分かるということになります。こういったその実験結果を踏まえまして、合奏者の演奏テンポを正確かつリアルタイムに計測する技術ができるのではないか。合奏者の演奏テンポを正確かつリアルタイムに計測する技術ができるのではないか。あるいは、計測した演奏テンポに打楽器演奏ロボットを追従させる技術になるのではないか。というふうに考えました。BPM、まあ演奏速度ですけど、これをどうやって計測するかなんですが、合奏者の演奏する楽器に合わせてセンサーの継続方向や感度などのパラメータをまあ調整すると。で、合奏者が打楽器演奏を行うと。そうすると、リアルタイムに BPM が表示され、
BPM 値によっては、まあ、値の調整を行うということになるんですね。メトロノームでまず、これコンガを叩いてるんですが、メトロノームで BPM100 の速さで練習した後、メトロノームを止めまして、100の速さで演奏してるのですが、なかなかですね、一定になりませんよね。叩いてる速さを、まあ、このようにですね、平均化させたりとか、まあ、統計処理をすることで、その演奏者が演奏している BPM を把握するというシステムが、まあ、できると思う。例えば、コンガを叩いてる人の BPM に合わせて、楽曲、ロボット演奏全体の BPM を仕切るという、まあ、ことを考えるわけですね。だから、コンガを叩く BPM によって、楽曲全体の速さが、まあ、決まるという、そういうシステムです。だから、コンガをゆっくり叩いて、だんだん速く叩いていけば、曲がだんだん遅くなったり、だんだん速くなったりする。まあ、そういうシステムができないかということなんですね。計測した BPM をそのまま出力しているわけですね。だから、合奏者の演奏テンポの揺らぎをダイレクトに出力することに、この左側はなってしまうので、誤作動する可能性もございます。演奏ミスやセンサーの誤作動が起こった場合に演奏テンポが急激に変化してしまう危険性があります。だからこのようなですね、数学的な処理というのはまあ必要になるわけですね。の結論としましては、コンガ、タンバリン、エレキギターなどの演奏動作からの BPM の計測がまあ確実に行えるという手法を確立いたしました。まあ、演奏ミスとかの急激なあの BPM の変化とか誤作動なんかにも対応できると。で、実際に、これを踏まえて、楽曲全体の BPM の先導として、まあ、使える。こういったハードウェアの、あるいはソフトウェアの作り込みに加えて、AI 演奏支援インターフェースと、まあ、考えた場合にですね、テンポの練習とかリズム感とかノリというものを養う、できるシステムができないかというふうに、まあ、なってくるわけですね。さらに、生演奏と先ほどの映像、プロジェクションマッピングと組み合わせて、マルチメディア映像との同期技術を、まあ、探求することで、全体がですね、一つのシステムとして、いろんな今までできなかったことが可能になってくると。もう一つの話題なんですが、人の楽器演奏と打楽器演奏のそのロボットの共演ですね。リタルダンド、だんだん遅く、それからアチェルランド、だんだん早く、の演奏意図でテンポを、まあ、統制するシステムができないかということを、検討いたしました。要は音楽の意図として音楽演奏開始、演奏終了、それからだんだん、早く、それからだんだん遅く、それから強弱ですね。で、こういった意図をですね、ロボット側にどうやって、伝えるかという、まあ、ことなんですね。人側の、まあ、その演奏者ですね。の演奏意図に合わせて、ロボットが演奏を行う、インタラクティブな演奏方法を実現するには、人の演奏意図をロボット側に伝える必要がありますよね。人と人なら、アイコンタクトで、まあ、できる。でも、ロボットと人の場合は、それをどうするかという、まあ、そういうことも考える必要があるわけです。で、実際にですね、このある楽曲、BPM100 で演奏中にですね、少し叩く速さを少しずつ BPM を下げていくわけですね。そうすると、ある、だんだん下げていくと、あとはオートマチックにどんどん下がっていく。で、どこまで下げるかっていうところは、まあ、最後指定するんですが、それから、アテンポで元にこう戻るわけですね。ここのですね。それから、アチェルランド、だんだん速くっていうところも、速く叩いていくと、それがどん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 速く。なっていってあるところでテンポの動作をすると元の速度に戻るということになります。直線的にだんだん遅くがいいのか、だんだん速くがいいのか、あるいは S 字曲線として演奏した方が自然なのか、はい、まあ、こういった考察もですね進めていきました。結論としまして、リタルランド、まあアチェルランドのその関数として。S 字関数とかシグモイダル関数とかっていろいろそういうものを駆使しまして自動先導の機能を数学的に議論していったということになるんですね。で、コンガ演奏時における合奏者の BPM からコンガを叩くたびにリタルランドあるいはアチェルランド関数が実時間で変更できるということを確認しました。まあこういったシステムがですね、実際に作れる、できるということをですね、まあ確認したわけです。人工知能
により合奏する人の演奏の演奏意図をロボット演奏に実際に反映したいなと。ロボット演奏との合奏で人の演奏揺らぎを持った演奏が実現できるのではないか。まあ一定のそのリズムではなくて人の演奏が加わることで非常に揺らぎを持った演奏ができるのかということなんですね。